新型コロナウイルスの水際対策をめぐり政府はビジネス目的での入国者に対し自宅などでの待機期間を現在の10日から原則3日に短縮する方針を固めました国内での新規感染者が減少していることを受けて茂木外務大臣は一定の条件を満たせば水際措置を緩和する考えを示しました。政府関係者によりますと、 ビジネス目的の入国者についてはワクチン接種や検査での陰性確認に加え企業による行動管理などを条件に待機期間を現在の10日から3日に短縮します原則、入国停止となっていた外国人留学生についても大学などの行動管理を条件に入国を認める方針です。すこれれらの措置は早ければ来週8日にも開始する見通しです。